ときめきゾーンは32ゲーム以内の連チャンが濃厚のフリーズ高確率状態です。 93% ループの超飛翔モードに昇格する大チャンスだよね。だね。そんな超ときめきゾーンなんだけど、実はボーナス当選時にボーナス濃厚系の違和感演出が発生しやすいって特徴があるよ。へえ、なんでここだけ発生しやすいんだろう。ボーナス当選が察知できたら、次ゲームのレバーでフリーズしろって熱く叩けるじゃん。そのために分かりやすくしてるんだって。はい、気の利いたことしてくれるね。逆に違和感演出なしでいきなり吸引告知が発生したら、フリーズの期待度が約 50% もあるらしいよ。ってことは結局マイゲームレバーに力が入るってことだね。だねだね。さらに違和感演出発生でボーナス濃厚となった次ゲームのレバーで吸引告知が発生しなかったら、集団チェリーが濃厚になるって法則もあるみたい。そんなのフリーズ濃厚の超激アツ違和感じゃん。あっつー。